暑い日の味噌汁はこれです。きゅうりは2等分にし、縦半分に切ったら斜め切りにします。大葉を細切りにしてください。濃いめの味噌汁を作ります。一度お湯を沸騰させてから弱火にして味噌をしっかり溶いてください。味噌汁は火から下ろして氷を入れて冷やします。しっかり冷えたら食材を入れて軽く混ぜれば完成。肉など油があるものは入れるのを控えたり、食材さえ考えれば味噌汁をキンキンに冷やして飲むって本当に美味しいんです。夏にぴったりの汁物です。ぜひお試しください。